私この頃肩が上がらなくてさ。体動かす仕事してないくせに。いや私手首、あのこの間の通販の薬、あれ全然効かないの。あれ使ってんの？あれダメダメ、全然インチキ。え、私には効いたよ。今度どこが悪いの？リウマチを少し。リウマチ？うん、そのね、すごい効いたの、良くなった。ねえ、本当？当たり前じゃん、そんなの。だってさ、ねえ、嘘嘘、いるわけないでしょ、いい男なんて。ちょっとくらいいいかなっていうのはいるでしょ。ねえ、いるいる。あのね、男子の会だよ。私別に男探しに行ってるわけじゃないから。そんなの関係ないよ。男子の会だろうが陶芸教室だろうが、きっかけだもん、出会いなんか。きっかけ、あ、僕の大切な親友ふみちゃんの話をしよう。だってこの人隕石にぶつかったんです。月の石、なんかこれつけてたら幸せになれる気がする。露草です。草笛にするといい音が鳴るんですよ。あー、ほらできた。そしてこれは今日を精一杯生きる大人のおとぎ話。本当に幸せになる。露草はどこにでもあるありふれた花でした。露草、愛してる。